怪我をしたが病院には行かずそのまま配達を続けたと話しているということで事件性はないということです。この大怪我したまま配達ができたのかというところなんですけども、この時間は大阪グローバル整形外科病院院長で手外科専門医の藤尾先生に教えていただきます。先生どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生ご専門手外科ということですけども、もうその名の通り手の外科ということですか。そうですね、指だけじゃなくて手関節から含めて、手首の痛み、あるいは外傷、怪我ですね、それから今やはり年齢とともに変形してくる人多いですね。ヘバーデン結節なんて指の先が変形してくる、あるいはスポーツ選手で手首を痛めて靭帯損傷って言って靭帯を痛める人が多いです。そういったものを、関節鏡とか顕微鏡を使って、手っていうのは非常に細かいですので、そういったもので、治療しようっていうそういう外科です。なるほど、ということで手のもう専門家でいらっしゃる先生に教えていただきます。そうですね、今回は事故だったということなんですが、どんな状況だったのか、そして特にお子さんも気をつけたい、指を挟む事故、そして防止策も見ていきたいと思います。まずは状況から見ていきましょう。京都の舞鶴市阿世区西町で起きました。24日今週の月曜日に帰宅中の小学生が路上で指を発見し母親が通報で、発見されたのは指の先、先端部分およそ2センチ、どの指かは分かりません。そして血や腐敗は見られなかった。そして昨日になって発見された指は男性の配達員のものと判明したんですね。配達中に車のスライドドアに指を挟んで怪我をしたなんですが、病院には行かずに仕事を続けたと。ですから配達の車のこういう後部のスライドドアありますけども、そこに挟んで約